イータロガリボルディは、イタリアの軍人。第二次世界大戦中の東部戦線における、イタリア軍派遣部隊の司令官を務めた。1879年に、ロンバルディア州ローディで生まれた。第一次世界大戦の終わりから、戦艦機に昇進を続けて、連隊長、旅団長となった。1935年に、第三十師団長となり、第二次エチオピア戦争で戦った。 彼の師団はエリトリアを本拠地とした第一軍団に属した。1936年にイタリアがエチオピアを破ると、エリトリア、エチオピア、イタリア領ソマリランドは、イタリア領東アフリカとなった。1939年から1941年まで、ガリボルリは、イタロバルボの下で、北アフリカ戦線で戦った。イタリアが第二次世界大戦に参戦した際、 彼の率いる第5軍団はリビアとフランス領チュニジアの国境地帯にあった。ナチスドイツのフランス侵攻が完了すると、今度は彼の軍団はエジプト国境に移り、第10軍の指揮下に入ることとなった。1940年12月に始まったコンパス作戦では、病のため戦線を離れたマリオ・ベルティ将軍の公認のジュゼッペ・ケレラ将軍が戦死した後は、 第十軍の指揮も取った。1941年3月25日に、ロドルフォ・グラツィアーニの公認として、リビア総督になった。同年7月19日に、エルビン・ロンメルに非協力的だった。彼は、エッド・レバスティコに職を譲った。1942年から1943年に、かけて、東部戦線で、イタリア派遣軍司令官を務め。 スター・リングラード攻防戦にも参加した。1943年に、ビットリオ・エマヌエーレ3世、ピエトロ・バドリオによって、ベニート・ムッソリーニが失脚し、イタリアが降伏すると、彼は多くのイタリア軍人同様ドイツ軍の捕虜となった。裏切り者として球断されていたが、1944年に、連合国によって解放された。1970年に、ローマで死去。 90歳没、ありがとうございます。